ぬいぐるみはたくさん買ってしまうんですけど、ぬいぐるみをたくさん買いすぎてしまって、ぬいぐるみ置くところがなくて、ぬいぐるみのためのソファーを買いました。それぐらいぬいぐるみがいますね。うん、ぬいぐるみで一番圧迫されてる。ぬいぐるみよ、うん、今ね座ってるよそこにそこで座ってるカナヘイのウサギが、大きなやつがほわーってした顔で、かわいい。かわいいは正義やから、せやな。スイちゃんもかわいい、どうもありがとう。処分するの忍びない、わかる。処分したことないかもしれない、ぬいぐるみ。昔大事にしてたぬいぐるみとかもさ、もう全部いる、実家に。かわいそうだもん。あるじゃなくているなんだね。うんうん、まあぬいぐるみは生きているから、魂を持っているから。ぬいぐるみにただいまーって言ってるもんね。